桜の名所である上越市の高田城址公園で開かれている観桜会。ただ肝心の開花宣言はまだ。今日宣言はあったのでしょうか。うっすらと色づき始めたソメイヨシノ、その標本木を見上げる人たち、高田城址公園の開花調査です。調査が始まって今日で8日目、見ごろを知らせる開花宣言は、今日見たところ開花確認できたのは3輪ほどで、まだ開花に必要な5輪以上の開花は今日の段階では確認できませんでした。観測史上最速だった去年3月25日に比べると、今年は足踏みが続きます。桜自体の開花は直前で待っているような状況だと思うんですけどね、まあ、いかんせん気温が上がりませんので、足踏み状態が続くというようなところだと思います。一足早く先月29日から開催中の観桜会。美味しそうな匂いを漂わせる露店が並び、訪れた人たちはお花見気分を楽しんでいました。しかし一番の目当てはやはり、いっぱい咲いてる桜が見たい。やっぱり桜が咲くと気持ちも高まるので、はい、嬉しい気持ちになるので早く咲いてほしいです。多くの人が待ちわびる桜の季節、高田城址公園の開花宣言はもう間もなくです。